ライオンズファンの皆様お待たせしました。ライオンズ後半戦初勝利、まずは今日も素晴らしいピッチング、ルーキーの増田投手にお越しいただきました。増田さん、今日は6回2点返されてちょっとね嫌なところでマウンドに上がりましたけれども、大松選手三振、ストレート勝負でしたね。そうですね、やっぱり自信のあるボールで悔いなく投げるっていうのが、今任されているポジションのところでは、投げていっていると思います、はい、ということは増田投手今一番自信のある球、これはストレート。はい、そうです。そして7回も、まあ、ランナーを出しましたけれども、その後落ち着いてましたね。はい、やっぱりゼロで帰ってくるっていうのが、自分のポジションなんで、はい、ランナーを出しても粘り強く、はい、ゼロで帰ってくることを、意識して投げました、はい、そしてマウンド同様このお立ち台でもとても落ち着いているように見えますが、マウンドより緊張します。ヒーローインタビューお立ち台は初ですか？初めてです、はい、どうですか増田さん、ここから見るライオンズファンは。そうですね、いい支えになります。さあ、それではそのライオンズファンに向けて最後にメッセージください。チームに勝つためにはやっぱりゼロで抑えるっていうのが自分のポジションなんで、はい、一勝でも多くチームに貢献できるように頑張りたいと思います。また素晴らしいピッチング期待してます。ありがとうございました。まずはルーキー増田投手にお話を伺いました。続きまして3安打4打点の活躍、秋山翔吾選手です。秋山さん、今日は3本ヒットが出ましたけれども、まず最初のヒット、先制点、先制タイムリーとなりました。あのヒットから振り返っていただけますか？まあ、昨日チャンスの場面も打てなかったので、まあ、かなり気合い入って打席がありました。そして5回に出た一発、まあ、気持ちよさそうに打球見つめてましたけれども、まあ、ホームランは久々だったんで、まあ、かなり全力で走ってたんで、あっという間に一周終わってしまいました。今日はその後にも、ね、ヒットが1本出て3安打4打点だったんですけども、全てヒットは3球以内、積極的に行きましたね。まあ、相手の唐川投手も、まあ、コントロールいいですし、早めに仕掛けていこうというのはチームで言ってたので、まあ、それができてよかったです。そして昨日の悔しさ、この3安打で返せましたね。いや、またそれは別なんで、まあ、これからなるべく悔しい思いしないように、まあ、チームが勝っていければいいと思います。それでは秋山さん、最後に明日からオリックス戦、ね、ライオンズクラシックも始まります。明日以降に向けてライオンズファンにメッセージください。夏休みで、小さい子たちも多く来ているので、まあ、さらに元気出してやっていきたいと思いますし、明日はライオンズクラシックあるので、あのポスターだと栗山さんより目立てないんですけど、自分なりにそのユニフォームに恥じないように頑張っていきたいと思います。明日も期待してます。3安打4打点秋山翔吾選手でした。ポスターでは栗山さんより目立てない。そうですね、でも、十分目立つ、今日は活躍してくれましたよね。いやいやいや、そうでしたね。本当そうですね。まあ、本当にこの人の場合はヒットというその打球を見ていると、しっかりと打球を捉えてますもんね、はい、そうですよね。特に今日は、それを、ね、象徴するような打球でしたよ ね、